今日はせっかくだから、はい、こういうちょっとデラックスデラックスっていう全体的な話よりは、はい、もう少しそのさくらちゃんっていう、はい、このパーソナルの部分にもフォーカスした話をしていけたらなと思うんだけど、はい、ちょっとなんかここまで喋り飛ばしすぎて、なんかちょっとお酒が全然進んでないからもうちょっとゆっくり、そうですね、ペースをゆっくりにしようかなと。さくらちゃんが、はいはい、僕はその、あ、そっか、見てる人分かんない方もいるかもしれないけど、デラックスデラックス、僕はこのサウンドプロデューサーという立場ポジションでも入ってたりとかしてて、はい、まあ、彼女たちがやってる作ってる楽曲のアレンジとかレコーディングとかっていうのをまた手伝ってたりとかするので、はい、まあなんかいろいろ知ってるというか、まあなんかさくらちゃんに関しては、はい、某国際大学、某国際大学はい、もう国際大学まで行ってんだよね。もう大丈夫です全然もう国際大学って言ってるからな。もう沖縄国際大学ですね。沖縄国際大学に行って、はいはい、バンド活動してる時に、はい、僕のスタジオに練習とかで、はい、そうですよね、来てました、ね、使ってくれて、でレコーディングしたりとかもしてたタイミングで出会ってたりとかするんだけど、はい、その某国際大学の時のバンドでは、はいはい、ベース弾いてたじゃん。ベース弾いてましたね。で、今ドラムじゃんですね。この楽器遍歴とか、まあ、バンドを始めたきっかけみたいなのを聞いていきたいなと思ったりしてるんだけど、めっちゃざっくりやると、うん、中学校1年生で、うん、あのマキシマムザホルモンのリョウ君に憧れてレスポール買ったんですよ。はいはいはい、すごいとこ憧れてたの。その時衝撃的だったんですよね。それまでポップスとかその J ポップと親の影響で 80s のユーロビートとかしか聞いてなくて、中学校1年生入って、はいはい、友達の携帯から流れてきたマキシマムザホルモンに衝撃を受けて、うん、これがメタルかって言ったんですよ。これがメタルか。メタルじゃないんですよ。だから細分化すると。まあまあ、ですけど、まあ、すごい激しい音楽、かっこいいってなって。で、あの親にねだって、うん、フォトジェニックっていうすごい安いメーカーの、うん、あのリョウ君が使ってるサンバーストのレスポールのコピーモデルみたいな、はいはいはい、色が暗めな方、あ、そういうこと、色が暗めなやつを買ってもらって、ギター始めるんですけど、その当時、運動部もしっかりやってて、あ、まあ、まあ1週間で飽きて、あ、ギターに。で、2年の、3年生の引退まで、全然触らなくていた。うん、まあ、引退して、暇だなっていう。暇だった時、じゃあギターあるし練習しようっていうので、初めてそこでバンド組みました。あ、復活？そこでギター、そこでギター復活して。最初じゃあギターなんだ。そうです、ギターです。ギターから入って、その時、その、運動部やってなかった友達がバンドやってて、うんうん、その子たちとも仲良かったから、ちょこちょこバンドっぽい遊びはしてたんですよ。うん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 、で、まあ、中学校3年生で初めてバンド組んで、うん、まあなんかその地域のお祭りみたいのに出たいみたいな。うん、あ、もうそこから結構パブリックな場所で結構やってました。2回ぐらい出てみたいな、うんうんうん、でもなんか曲も味噌汁図っていう、うん、ラッドインプスにそっくりな人がやってるバンドがあるんですけど、うんうん、それのジェニファー山田さんっていうちょっとコミックな曲をコピーしたり、うんうん、あのアンパンマンのマーチを、うん、とにかく歪ませてアンパンマンのマーチメタルみたいな、極悪アンパンマン、極悪アンパンマンみたいなちょっとコミックに近いバンドやってここに上がります、うんうん、ここ1年生は単純に、軽音部入るじゃないですか、うん、俺ギターできる、俺ドラムできる、俺ボーカルやってるみたいな、うん、ベース余ってるな、ベースやろうってそこでギターに対するこだわりとかっていう、なんかギター上手かったんですよ、他の2人が経験者で、あ、なるほど、そうです、なんか小学校からギター習ってたみたいな子がいて、もう叶うわけないよなみたいな自分が、なるほどね、そしたら、うん、じゃあベースやったことないしベースやってみようみたいな、うん、もうパッてシフトした、シフトしましたね、うん、ちょっと話が前後しちゃうんですけど、うん、この中学校3年間あのゲームセンターでドラムマニアってゲームをずっとやってたんですよ。はいはい、あ、じゃあ一応、はい、曲がりなりにもドラムそうそう、ドラムっぽいことはしてた、はいはいはい、遊びですけどゲームセンターにあるドラムのゲーム、はいはいはい、ただこれが、うん、そのゲームセンターで一番うまかったんですよ。なるほどね。え、待って、ドラムマニアってさ、はい、なんか僕のイメージだと、はい、ドラム知らない人が結構やってるパターンが多くて、あ、そうですね、まあゲームだからね、はい、で、あのみんなドラムって基本的に右手でハイハット叩いて左手でスネアとか、はい、ちょっとクロスする感じだけど、ね、クロスしますよね。ゲームの人ってこうやってやる、あ、やりますやりますやります。その当時こうやって叩いてた、こうやって叩いてました、全然叩いてましたあ、そうなんだ、やっぱそっか、そうです、やっぱ叩きます、あれ、うん、なんか
普通のドラムってハイハットとその一番左にあるやつとそのスネアの間隔空いてるじゃないですか、高さ、うん、ゲームだとこんなんかすっごい狭いんですよ。そっかだから必然的にこうなっちゃうみたいな。あ、まあそうだよね。あれじゃゲーム作ってる人が分かってるのか、悪いですね。あ、じゃあ一応そこでもちょっとドラムに触れながら、そうどちらかというとドラムが一番好きな楽器でありました。あ、そうなんだ、はいはいはい、ドラムってかっこいいよなみたいな、はいはい、だけどライブとかバンドを組むときは、じゃあ余ってるからベースに、余ってるからベースって高校時代になって高校時代になってベースを、うん、まあ、3年間やりつつ、うん、まあ、軽音部って言ってもこう空いてる時間、うん、スタジオが空いてる時間たくさんあったんで、うんうん、その時に、まあ、誰もいないのにかからってドラム叩いてみたいな、うんうん、メンバーが集まったら自分とベース移動してみたいな、はいはい、で大学に上がって、うん、まあ、大学1年生で初めて組んだバンドがドラムでした。あ、そうなんだ。 そこでドラムです。へ、じゃあその時はまだ僕は出会ってない、ね、まだ出会ってないですね、うん、メグさんと出会う前のバンドで、うん、ちょっとロキノン系、いわゆるオルタナの、はいはいはい、J オルタナみたいな、 J オルタナあのアジアンカフジェネレーションとかアンドロップみたいなバンド、オリジナルバンドなんですけど、はいはいはい、ドラムが叩ける人がいなくて、うん、僕ギターやってみたい、うん、僕ベースやってみたいみたいな、うん、僕リードギターやってみたいみたいな、うん、ただみんなアジカンが好きみたいなので集まって、はいはい、うん、じゃあそれでバンドやろうってなった時に、うん、アジカンコピーするより自分でオリジナル作って簡単にして渡した方が楽なんじゃないかっていうので始まりました、はいはい、そのバンドが。なるほどなるほど。スリーコードとかで曲作ってみたいなそういうことね。そうもうコピーはむずいからコピーむずいオリジナルでみたいな。 でその時に、うん、私基本的に見栄っ張りで、うん、作曲も中学校3年間で高校3年間そんなやったことないんですよ、うんうん、ただできるよって言ってとりあえず行ってみてみたいな、でじゃあ再来週ぐらいに曲持ってきてみんなで聴いてみようみたいな、うん、ってなった時にめっちゃ勉強しました曲の作り方ってどうやって作るんだろう行った後に帳尻合わせる感じで勉強して、うん、ただやっぱギターとベースとドラムの経験があったおかげで確かに、うん、ある程度形っぽいものはできたわですよ。で、あのメロディーはこうやってつけるのかなみたいなこう感覚で、はい、ただなんかあれでしょ、本当にコードに沿った遊びのない感じのメロディーラインでした、はいはいはい、かなり。なるほどなるほど。そうだよね、なんかこのコードに対してどういう風にメロディーが動くかってちゃんとコードと一緒に動くみたいな結構あの下がっていく進行好きなんですけど、ボーカルも下がっていくんですよ一緒にラー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 作曲初心者ある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 ですよ、本当に。なんか、そういうのをでも渡して、うんうん、あの本当に2年か3年間ぐらいその曲も作りながら、はいはい、あのギターとドラムとベースでそれで作曲のスキルもちょっとずつ磨きながらみたいな。でもほら今結局デラックスデラックスで曲を作るときにさくらちゃんが中心になって書くことが多いわけじゃない。そうですね。もうだからその時から、はい、このスタートしてるのね、この作曲活動っていうのは。そうですね、先ほど本当に大学1年生からだと思います。うん、で、メグさんと出会ったのはあれですね、うん、あの大学4年生の途中ぐらいから。あ、そんなもう大学も最後の方だったの？結構最後の方ですね、うん。ギターとドラムが揃ってるバンドがあって、うんうんうん、はい、そこに私も入れてくれないかって言って、うん、なんかベースがいなかったんで、じゃあ私がベース弾いて、うん、歌う人探すか、いないな、歌うかって言って。あベースボーカルやろうって言って、はい、なるほど。それで僕のスタジオでレコーディングしたさをしてくれたわけだ。まあオルタナの流れではあったんですけどね、どちらかというと若干サカナクションとリンとしてしぐれ終わりましたみたいな、はいはいはい、ちょっと激しくもありそうだ、ね、でもちょっとポップスっぽいみたいな。さくらちゃんの中でさ、はい、このデラックスデラックスやって今結構本腰入れて、はい、音楽で飯食うぞみたいな目標というか夢を持ってると思うんだけど、はい、これってどのぐらいの時期から持ったというか切り替わったのか持ってたのか。でも大学の最初のバンドの時点で割と見えてて、あ、そうだった、はいはいはい、なんかこれを仕事にできたら面白いだろうなみたいな。あ、じゃあ大学のこのバンドもやりつつなんですけど、うん、なんかあのスタジオにあった機材とかで他のバンドのレコーディングのお手伝いとかですね、とかしてて、そういう裏方の仕事も好きで、だからまあバンドで生きていくっていうよりかは音楽と一緒に生きていく道もあるんじゃないかみたいな。なるほど。いわゆる裏方さんとしてみたいな、うんうん、いわゆる PA さんとか。あ、じゃあまあ裏方でも表方でもどっちでもいいけど、はい、その音楽と寄り添って、うん、っていうのも大学行って2年ぐらいの時にあった気がしますね、うん、それをちょっとちゃんと生活の糧にしていきながらいけるんじゃないかみたいな。なんかあの大学に博士課に通ってて、うん、で
大学2年間ぐらいでこう福祉の難しさみたいなのにもめちゃくちゃ痛感してて、あでももうめちゃくちゃ固い職業であるからなくならないしな、しっかり勉強しながらも、まあ、どっちも音楽も福祉も面白いと思いながら、うん、そう福祉の心を持った音楽家がいてもいいんじゃないかみたいなはい、はい、寄り添っていける、結構信用性は高いもんね、その福祉でさ接するそのなんていうの、はい、あの利用者さんとか患者さんとかもね、音楽で楽しませたりとか、そういうシーンもあるからさ、なんかリトミック療法っていう、うん、あのリズムと音楽で、うん、なんかこう成長していこうみたいな、はい、そういう活動もあっての上ですけど、うん、バンドその裏方とかじゃなくて、うん、バンドで売れたいと思ったのはでもメグさんと出会ったバンドかもしれない。ああそっかそっか。で結局だから僕はその後さくらちゃんと会わない期間っていう、うん、多分何年かあるんだよね。丸々1年あります。その間だから結局解散しちゃったんだよね。だそうですね、この解散のタイミングとかも僕知らないからあの要は、はい、あの僕スタジオに来ないバンドの情報がほとんど見てこないんで、ね、SNS 上で解散したんだみたいなのは確認した記憶がある気がする。そうですね、なんか活動休止しますみたいなツイートした気がします。で、あそうなんだって なんか他のことやるのかなって思ってたら、うん、なんかダラダラやってました。そうデラックスデラックスっていうバンドやってるってなって、うん、おろってなってなんだこのバンドってなってだから SNS 上であの目に入ってくる範囲で追ってるぐらいだったので当時は。そこから多分1年あのメグさんと関わらない時期があります。でもそれはデラデラをやってた時期で、うん、そうだよね。そこからあれですよね、あの1枚目のシングルのレコーディングまで空いてるってことですもんね。そうだね、だからそれがちょうど1年だったんです、くるっと。なるほど。そデラックスデラックスにいる段階で事務所がついたんですね、1回ね。私社会人の期間とこれまたダブってて、事務所入らないかって言われた時期と、うん、その普通に社会人1年目として。あ、社会人っていうことだね。会社に勤務してたんですか？そうです、そうです。もうがっつり入ってます。福祉の。福祉系の。福祉系の会社で。福祉系の会社で、うん、こっからもう6年ぐらいここでやっていくそうぐらいの気持ちで。あ、なるほどね、福祉の仕事を。いや、めちゃくちゃいい職だったんですよ。ああ、なるほどね。自分のやりがいもすごい育てれて、しかもバンドにも理解があって。あ、なるほど。はい。で、しかもあの、5時に終わる。仕事が17時に終わる。めっちゃいいな、ホワイトなんだ。そうそうそう。そしたらな、まあ、バンドで、具体的にこの生活の過程を作っていくっていうことではないけど、音楽と寄り添いながらね、生きていくことができるからな。そうです。結構理想系ではあったと思います、その頃の理想系で。その頃一番他にもバンドいっぱい組んでて、はいはい、6、7バンドぐらい同時編集マジかもうほぼ週の4日はバンド練習やばで土日のどっちか絶対ライブみたいな。すごいな。でもすごく楽しかったです。え、それ全部同じ楽器？はい、変わります。ギターでやってたり、はい、まあ、あのメインをそのオルタナバンドとデラデラってするのであればデラデラドラム、メインはベースボーカル、はい、であの他のコピーバンドではギター、はいはい、こっちではベース、うん、でドラムも2個ぐらいありました。すごっ。え、これってさ、はい、相当やっぱ音楽を演奏することが好きだったんだろうね。楽しかったんでしょうね、やっぱり、うん、結構頭とかこんがらがわない。まあでも多趣味ってことが功を成したというか、アニメも好きですし、なんかその洋楽も好きだしみたいなところで、なんか全部好きだったんですよね、やってる音楽は。なるほど。なんか自分がつまんないなと思ってる音楽は一個もやってなくて、基本的にコピーバンドだったんですけど、ここはアニソンのコピーバンド、ここはボーカロイドのコピーバンド、ここはあの洋楽のセッションバンドみたいな。っていうところで、なんか全部自分のこう糧になってってる気がして、それが多分なんかデラデラで、ドラム上手くなったねとか、うんうんうん、その自分のオルタナバンドの方で、うん、ちょっとベースの表現力上がったよねみたいな、はい、コピーから得られるものみたいな少しずつ少しずつ全部を底上げしていったみたいな、はいはいはい、でもそれが今結局作曲するときにギター弾けるとかベース弾ける、うん、ドラム叩けるみたいな。そうだよね、そこは圧倒的に有利な要素になるからな、うん、その時に、うん、多分あの本格的に DTM も触り始めてって感じです。ああ、なるほどね、はい、もっと前からちょっと触っていたと思うんですけど、うんうんうん、繰り返してるとやっぱ広くなるじゃないですか、間口が。確かに自分のできることも、うん、マルチなマルチなになってくるんだ。なんかそれが結果今につながってるので。そうだね、私だと切り替えができたというか全部楽しいわーいって感じの1個しかないと思うんです、感情が多分それだけだと思います。なるほどね。そうだよな、だから僕はだからなんか結局デラックスデラックスって、まあ、バンドで、まあ、みんなの前に出る時にさ、あの、はい、まあ、おしゃべりしたりとか、はい、あとは
ライブで演奏してるシーンしかなくて、はい、あの例えば作曲とかレコーディングとかってもうかなり裏側というか水面下の超水面活動だからさあの多分見てるお客さんにとってはさくらちゃんってやっぱドラマーあーの要素が強いと思いますだよね。結構驚かれることもあります、うん、やっぱりだからどっちかっていうと僕はあのその水面下の動きを見てることの方が多いから そうですね、そこまで見てると結構作曲家っていうイメージの方が強いんだよね、どっちかっていうと。だからあのなんていうの、比重で言うと作曲家7のドラマーさんぐらいの、はい、あの要素で構成されてるさくらちゃんな気がしてて、ああ、はいはいはい、自分の中でそういうのって なんかさあでも、うん、分かります。すごく私もどちらかというと37ぐらいだと思ってます、うん、ドラムさんなんかこうドラムも突き詰めるとやっぱり、うん、こうすごいところまで行けるじゃないですか、うんうんうん、ジャズドラマーさんとか、はいはいはい、こう手数が多い方とか、うんうん、多分その練習も、まあ、もちろん練習はしてるんですけど、うん、こうがっつりドラムだけに集中してるっていうよりかは、うんうん、多分そのデスクトップと向き合って曲作ってる時間も長いし、うん、なんかザ・ドラマーみたいな感じではない気がしてます自分でも、ね、そのさくらちゃんを知ってるとなんかいろいろなんていうのかな、あのデラックスデラックスの楽しみ方もまたもしかしたら増えるのかななんて思ってたりとかしてて例えば僕もバンドの中で作曲とか担当することが多いんだけど、はい、さくらちゃんとは違くて僕はギターしか弾けないまあ延長でベースとか弾けるんだけどあどっちかっていうともともとはねギター始めた頃はギター、はい大好き小僧でギターと死ぬんだぐらいの感じでやってたんだけど、はいはいはい、やってるうちに実はこの作曲をすることとかアレンジすること、はいはい、この曲を構成していく作業っていうのにすごくその魅力になんか囚われ始めて、はい、どっちかっていうと自分はギタリストというよりはあのミュージシャン音楽家っていう要素の方が強いなって自分の中でも思ってて。さくらちゃんとそういう意味では共通点もそうです、ね、あるところもあるなって思ってたりとかするんだけど今聞いてあれでしたあの、うん、私はだからあのメグさんが昔やってたハイアンドマイティカラーっていうバンドで、うん、あのギタリストだとちゃんと思ってましたメグさんのことそうでしょそうですちゃんとギタリストだと思ってました、うん、一応もちろ なんかそのカラオケとか入れた時にクレジットも出るじゃないですか、うん、なんか作曲メグみたいなあ、はいはいは電話するんですけど、うんうんうん、そこにやっぱ意識いかないですよねあそうだよね曲作ってる人っていうのにあまり意識いかなくて、うん、単純にこうギターソロとかその、うん、メグさんが当時よくやってたタッピング奏法かっこいいとか、うんうんうん、そういうところばっかりに目がいっててそうそうそうこの人ギタリストなんだみたいな、うんうん、ギタリストとしてのかっこよさしか見えてなかった気がします、うん、でもどうなんだろう作曲家って見られることが必要かどうかって話もあるけどねまあそうですねなんかどちらかというとやっぱドラムニコニコ叩いてる人ぐらいの感じの方が可愛い感じはしますよね、うんうんなんかやっぱりデラックスデラックスが思い描いてるそのファンタジーとかちょっと異世界感というか非日常感みたいなやつには必要ないと思います実際なるほど確かにそうだねその内部まで深掘りした人が、うん、あこの人が作曲してるんだとか、うん、作詞してるんだみたいのをなんかさらにこうデラデラのことを知れていくみたいなそうだね非現実とかファンタジーを読み解いていくとリアルになったりするじゃないですか、うん、そうだね多分それが楽しいんだと思いますね、うんうんうんなるほどね。まあそうだよね。パブリックに開けてるところでは、なんていうの、もう白鳥みたいに優雅に泳いでいて、実は水面下ではちゃ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 立ってるみたいな。そういうことかもしれないですよ、本当に。そうだよね。かなりそういった作業多いですからね。でさっきの手振りの話から、まあ、ポスターを配りに行ったりとかも、うん、全部私たちやってますからね。そうだよな。優雅に 見せることも一個ね、確かにこの表に出る人の役割というか仕事の一つであるかもしれない逆もしかですよね、泥臭い方がいいって人もいますから、まあ、確かにね、はい、それこそパンクロックみたいなジャンルとか、まあ、本当にそれはもうあれやったほうがいいと思いますもう私たちもポスター貼りに行っても、うんまあ、そのお店の人にはもちろんお礼はするんですけど、うん、ありがとうございましたっていう、うん、ただなんかその写真載っけたりとか SNS にしてなくて、うん、なんか気づいたらあるみたいな感じをもうめちゃくちゃ貼りまくろうみたいな、うん、300枚とかみたいな、はいはい、500枚ぐらい貼った気がするんですけど、うん
逆に泥臭くやりたい人はもう全部写真撮って全部ツイッター投げて、うん、こんなに頑張ってるぜみたいな感じが出てる方が好感持てるのかなとか、うん、確かに、まあ、ミュージシャンこそがカッコつけるべきだよな。そう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 、あのお家でどんだけなんか泥臭いことをやってようが練習とかさ、そう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 、ご飯我慢してスティック買ったりとか実際そうだと思います。どこまでやるかあれだけど、ただステージに立った時はもうめちゃくちゃカッコいいみたいな、カッコつけるみたいな、はい、そういうところは確かにね、なんか、まあ、見てる側としてはさ、いいですね、そういう感じで見たい人も多いはずですね。ちなみに、そうだね、はい、ナナの作曲家としての部分の話だったけど、はい、サクラちゃんにとって、はい、ドラムって、はい、あのさっき言ってたみたいにさ、はい、あのいろいろ経験してきた楽器のうちの一つって感じじゃない、どういう気持ちで向き合ってるのかっていうのは。なんかドラムって叩けば音鳴るんですけど、うんうん、結果ギターとかベースとかと一緒で音量が大事な楽器というか、うんうんうん、ドラムの音量で全部変わるっていうじゃないですか。確かになんかバンドあるあるっていうか、うん、バンドでよく言われるこのドラムのキックとスネアの音量で全体の音圧が決まるみたいな、うんうん、っていうのを意識するようになってから楽しいなと思うようになりました。そうで、唯一ギターとかベースとかみたいにつまみで音量が変えれないわけだから、ですから。ただなんか今は逆にうるさすぎて、うん、なんかまあちっちゃいスタジオとかで練習するとみんな耳がキーンってなって変えるみたいな。なるほどね。ただそこで手抜くと結局、うん、あの本番に行かないのでうまく、うんうん、そうだね。だからもう頑張っ、うん、みんな耳栓してもらってみたいな、うんうん、確かにそれはいいと思う。僕があのアメリカ行った時に、うん、あのその辺まあ、その時ライブで行ったんだけど、オフの時間とかに街のなんかこうバーライブバーみたいなところとか行ってバンドがプレイしてるとか見に行ったりとかしたんだけどさ、例えばシカゴとかだったらブルースが有名だからでブルースやってるライブハウス行ったりとかして見てたんだけど、やっぱね、圧倒的にね、日本人のライブ見るよりも音量が全然違うわけですよね。大きいですよね。ドラムもそうだし、うん、ギターもベースもボーカルもみんな音量でかいみたいな。音量でかいっていうのはこのアンプのつまみの音がでかいじゃなくて、こう手元のアタックがすごくやばいんだよね。でこれ見てるとめちゃくちゃあの演奏に説得感が出てくるのもめちゃくちゃ感じることができる、うん、そうだな。なんかあのアメリカって土地が広くて騒音問題とかないじゃん、日本みたいな。ないですね。まああるかもしれんけど、一部では。なんか多分、ほら、はい、あそこの人たちってガレージとかでバンバン始めたりとかするじゃん。はい。あの、隣家がない、本当に車庫みたいなところで始まった音楽ですもん、ね。もう完全に偏見かもしれないけど、アメリカの人たちはさ、何かにつけてガレージから始めるあの、例えばスティーブ・ジョブスとかもパソコンは、はい、そうですね。ガレージで作り始めてるし、みたいな感じでやってるんだけど、なんかだから多分本当に何も気にしないでガシャンガシャンガシャンってドラムとかも叩ける文化だと思うんだよ ね。でだんだん少しずつ叩いていくうちに、なんかこういう叩き方の方が綺麗な音が鳴る気がするみたいな感じで洗練されていくんだと思うんだけど、確かに日本人ってやっぱさ、ドラム家で叩けないじゃない。家叩けないですね。でスタジオのドラムもやっぱ借り物だからって言って、ね、ちょっと遠慮しながら叩いちゃう、遠慮しながら叩いちゃう、音量、うん、というか、丁寧な方が多いですよね。そうだよね。だから、そう、それから、こう、少しずつ上手くなっていって、だんだん音量が上がっていくみたいな、あの、構図になってる気がする。逆ですね、完全に。真逆だからさ、はい、やっぱりこの、まだ始めたての子たちに対して僕が思うのは、音ちっちゃいみたいな。アコギとかもそうだけどさ、うん、撫でてるだけみたいな、見ると、やっぱマイクのノリとかが悪かったりとかするのが、もっといい音鳴らせるようにね、いろいろ気をつけた方がいいんじゃないかなと。僕はどっちかというと、若い子たちに対してはそっちのアドバイスが多めになるかもしれない。確かに。まあ、あとはなんかどう向き合ってるかは、これはドラマーとして言っていいかちょっとわからないですけど、やっぱドラムマシーンが正確なわけですよ。うん、最終的に。DTM とかの。でもそうですし、まあ、あの、リズム、シンセサイザーのリズムマシーンが、うん、まあ、もちろん BPM にも縦軸にも全て対応してて、うん、いいんですけど、うん、これをじゃあ生ドラムにした時にどういう変化があるかみたいなのを、うん、確かに。特に私たちの場合はあのクリックを聞いて演奏する、いわゆる同期バンドって言われる、うん、もちろんクリックに対してずれないことは大事なんですけど、うんうん、その上で人間感をどう出すかみたいな、はいはいはい、はい、そうだよね、っていうのをずっと考えてドラム叩いてる気は、あ、ずっと前からこれは思いますよね。なんか、はいはいはい、なんかたまに同期外した曲とかもやってもいいんじゃない。そうなんですよね、すっごくやりたいです。
それに近い、うん、あのことはアンコールのテーマとか、うん、なんかたまにあるんですよ。確かにそうですね。あのいわゆるノークリックのギタードラムベースだけのやつとか、うんうん、となんかあのちょっと前のツアーの中間でやってた曲とかの後半部分とかも能動機でやったりみたいなのがあった気がします。うん、なんかあ、なるほどね、生感を出そうみたいな、はいはい、そういうギャップってお客さんもあの見てて楽しいんだろうなって僕は思うしそう信じたい。そう信じたい、わかります。ギターソロ、ベースソロ、ドラムソロ、うん、果たしてお客さんは楽しんでるか問題みたいな、うん、僕があのそういうリズムに関してめちゃくちゃ衝撃受けた体験があるんだけど、はい、それがね、あの当時サマーソニックに出演した時に、はい、あのヘッドライナーがメタリカだったわけ、はい、おメタリカって、はい、まあ、メタルのバンドだけど、はい、あのまあ、CD とかもさよく聴いてて、高校生の時とかコピーとかしてたんだけど、はいはい、何が起こったか今分かりました。メタリカといえばですね、そうそうそう、あのライブでさめちゃくちゃ走るめちゃくちゃ走りますね。まあ、CD のCD がテンポ10とか20とか上がってみたいな感じのテンポの上がり方するんだけど、感動したのがみんな縦のラインがバッチッて合ってるわけよ。すごいですね。どんだけあのラズ・ウルリヒ、ドラマのラズ・ウルリヒが走ってもあのギターもベースもそのラズ・ウルリヒのドラマにバチ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 って縦を綺麗に合わせるから、やっぱねその一発のインパクトがいちいち強くてクリックに合ってないはずなんだけどあの音の説得力はずっと強いみたいなのがあって、音に殴られてる感覚、そうそうそう、ずっと殴られてるみたいなだからあの生バンドでやれる要素ってこういうところだよなって思ったりとかしてて、オンタイムじゃないんだけど、はい、一発一発の説得力が強いからなんかいちいちこう感動しちゃうみたいな、ありますですか。やっぱりドラムとかベースとかそういうリズム体がさ、はい、あの一番感じやすいところかもね。そうですね、あの生楽器だからさ、ドラムに関して特に、はい、アコースティックというか、もう叩いあのさっき言ってたみたいにつまみで音量変えれる楽器じゃないからこそ、はい、こういうちょっと電子音楽が流行ってる時期とかにじゃあどうやって生ドラムの良さを出すかみたいなことを考える時間多いかもしれないね。ですね。あ、なんか思った以上にはドラマーなんだよ、ね、どうですかね。かこういう深い話はあんまする機会はないからさ、なんかあのさっき言ってたみたいに、はい、あの作曲家ナナのドラムさんみたいな感じだったけど、なんか今聞いてると作曲家7のドラム6どっちもあれはみ出しちゃったそう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 、そんな感じの印象になったかもしれない。ドラムなんて一番楽しい楽器だと思ってます本当本当に叩けば鳴るんですもん。そうだよね、叩けば鳴るけど、うん、誰でも叩けるわけじゃないみたいな。そうね。えでさ、はい、まあ、最後になるんだけど、はい、なんかこのさくらちゃん今から上京してさ沖縄少し開けたりとか、うん、そういうことになると思うんだけどさ、はい、なんか沖縄 の、はい、この若いバンドマンとかもいろいろ見てたりとかしてたと思うわけよ。いやもうめちゃくちゃ見てますよ。ライブ行ったりとか結構し、はい、全然しますし、さくらちゃんの中でこの子たちは結構期待できるなみたいなバンドマンがいたりする？押しますか、押しましょう、押しましょう、押してきますか、私は、うん、かなり、2個がお気に入りですよ。2個、あ、高校生バンド。この前、ステージ裏だ。ステージ、はい、今出てました。うん、2個のライブを多分3回ぐらい見ているんですよ。うんうん、初めて見たとき、まず、カバーだと思っちゃったんですよ。うんうんうん、うまい子たちだな、まあ、高校生イベントに出てて、2個が。その時に、まあ、高校生だから周りもカバーバンドなんですけど、やっぱレベルが上がってて、高校生の子たちも。うんうん、みんなレベル高い中で、うん、まあ、2個が出てきて、うん、こう曲を展開して、うん、あすごくいい曲だなぁ、うん、最近の、まあ、私の知らないなんかアーティストの楽曲なのかなみたいな、うん、と思ってて、うん、終わった後に話しかけに行ったら、うん、まあ、全部オリジナルでやってると、はいはいはい、あすごいなって、うん、魅力もあるしみたいな、うん、そこでちょっと仲良くなったんですよね、メンバーと軽く、うんうん、で、あの2回目見た時もこうブラッシュアップされてて、うんうんうん、3回目のライブを見る前にあの2個がちゃんと、うん、そのアウトプットさんのライブだったりとか、うんうんうん、結構社会人というかそれこそワンチャイコネクションさんとか、うんうんうん、そういうところとこう一緒に対バンする機会がたくさんあったらしくて、はいはい、でこうやっぱり鍛えられてきたんだろうなみたいな、うんうんうん、思って3回目見て、うん、
でその時にあの本番前に話をできる時間があって、うんうん、でその時話聞いたら今めっちゃ緊張してますって言い出してね、うん、このメンバーが、うんうんうん、えなんでみたいな、そんなあのもっとそのイベントも高校生みたいだったんですけど、はいはいはい、で高校生の前でやるって、まあ、ある意味ホームじゃないですか、うん、ああなるほど、ね、ホームグラウンドのところでやるのに、うん、なんで緊張してるのって言って、うん、そしたらなんかこの大人たちにはちょっと拙なくても高校生だから許してもらえないみたいな、うん、確かにね、あいつらそういうとこあざといよな、あざといですね、なんかね、ちゃんと知ってんだよね大人は優しいって普通だったらちょっと怖くて接するのがあれだなってなるところを、はい、大人たちは実は優しいっていうの知ってんだよね、そうです、知ってて、まあ、知ってるか知らないかちょっと私も分かんないですけど、はい、まあなんかその、 あの肩を借りれるからすごく気楽にできる、うん、でも高校生っていうとやっぱ自分たちと同い年の子たちの中で、うん、一番かっこよくないといけないみたいな、その ね、ライブの中でプレッシャー感じてるんだ、かっこよくないといけないからすごく緊張するんですって言って、可愛、うん、いなと思いました、可愛 いね、ちゃんと感覚をその、うん、高校生っていう、うん、あのちゃんと自分たちの年齢相応の、うん、そのちょっと俯瞰的な視点を持ちながらも、うん、さっきみたいなあざとさがあったり、うんうん、こうなんかそういう緊張できるっていうところにすごい好感を持ってニコに、楽曲ももちろんいいですし、メンバーも一人一人すごく個性的ですごくいいんですけど、かっこいいね、でもね、かっこいいですね、なんかまた私とも違ったポップスというか、うんうん、確かにちょっと叙情的というか、あのドラマがある感じの曲になってて、あの世代特有の中でのかっこよさみたいなのは、ね、ありますね、ある気がするね、そうです、でこれがまだ、だってあの始まって1年とかちょっと、まあ2年ぐらいかなとかのバンドだと思うんで、うん、ニコが高校で結成したとしてっていう、うん、続けていってほしいなととにかく思います、本当にそうだね、てかあの若いバンド全般に言えることは続けてほしいって感じです、ラグってあるじゃないですかバンドって、うん、曲が評価されるまでのラグとか、あそう、ね、認知されるまでのラグをどれまで我慢できるかみたいな、うん、確かにな、まあ、なんかあの単純に学生時代楽しみとしてやってる人もいるとは思うので、もちろんそうです、それはそれでね、それはそれです、最大限楽しんでもらえたらいいかなと思うけど、だからずっと楽しんでてほしいですね、うん、そしたら勝手に評価されていくと思うんですよね、そうだね、別に売れたいとか、うん、なんかこれで食っていきたいとかも関係なく、あのバンドすごくいいよって言われるようなバンドになると思ってて、うん、あそうだな、高校生バンドか、高校生バンドもやっぱり、うん、あの転機が多いじゃないですか、高校から大学、大学から社会人みたいな、うんうん、この間全部乗り越えてできてたら多分そのこう高校生の友達、大学生の友達、社会人の友達全員が応援してくれるようなバンドになっててみたいな、いつの間にか、ね、まあ、なるべく同じバンドで、まあ、できなかったとしても、うん、あの音楽をやる、音楽続けるっていうところを一番に伝えたいです、もう続けてくださいって、私たちだってデラデラも、うん、最初の1年こうなると思ってないと思いますし、自分たちが状況に踏み切るまでのバンドになれたかっていうのを1年目に絶対思ってないんで、はいはいはい、朝顔は思ってるって言ってたんですけど、あそうなの、私は思ってなかったんです、本当に、うん、なんか最初のワンマンライブで、あこれは生活できると思ったらしいすごいな、朝顔はすごい本当に、その頃からビジョンが見えてたみたいな、それも続けていくうちに、なんか自信になってくるんですよね。ああ、みんなが笑ってくれてるとか、お客さんが増えてきた、箱が埋まったみたいな。なんかグッズ作ったら完売したとか、こう、一個一個成功体験があった上でのみたいなのがあるので、続けてほしいなと思います。やっぱりね、さくらちゃん、そういう感じで今から東京で頑張ってくるわけだね。そうですね、続けるために上京します、うん、いいよね、バンド音楽楽しいからな、音楽楽しいんですよねこんな人生楽しいことないですよないというか、私も自分の人生の、うん、であのまだ28年っていう、うん、最近誕生日で、うん、おめでとうその28年間の中ででもやっぱ楽しいを更新していけてて、うん、ずっともちろんなんか今後ろ振り返ってみると、その高校生の時やってたバンドも楽しかったなとか、うん、大学の時のバンドも楽しかったなけど今が一番楽しい、はいはいはい、っていう、次多分ステージが変わって東京から全国に行く、そうだね、とはもう楽しみでしかないじゃないですか、これ多分ベルさんの通った道だと私は勝手に思ってるんですけど、うん、今後、はい、県務員の中からも上京して上京したいとかそういうことを、まあ音楽で成し上がりたいみたいな子たちとかもいると思うので、なんかさくらちゃんからちょっとメッセージですか
若いバンドにとりあえず情報収集をたくさんしてほしいっていう、若いバンドっていうか、あの今から音楽始める人も、あの、ま、カバーしかやってない高校生バンドも、これからオリジナルでやっていくぞっていう、なんかま大学生とか、先にやってる人たちの情報収集をとにかくやってほしくて、確かにどういう展開をしてるかみたいな、手探りでやるほどやっぱ難しいことないので、私たちもその SNS を作る、で SNS を広めるためにじゃあ名刺とか作ったことあるんですよね、そのライブした時にこう褒めてくれた人に名刺を渡してフォロワー増やしていくとか、そういう多分なんか絶対に近道はないんですけど、ちょっとだけこう早く歩ける方法はたくさんあると思うから、いっぱい検索してほしいって、でその検索した上で、何を取り入れたらいいかわからないってなったらタカレコ剣を見ましょうって。そうだね。だし、オフ会もやってるからオフ会に足を運ぼう。でメグさんに直接聞こう。何をしたらいいのかと。僕以外にもね、そうですそうです、人がいるからそこでいろんな話聞けると思うし。あのそう、さっきの話をね、僕なりに訂正させてもらうと、はい、近道はないんだけど、はい、遠回りはいっぱいあるわけよ。ああ、なるほど。逆に。遠回りをしないためのちゃんとした道の歩き方、はいはい、あそこ遠回りだよって先輩に教えてもらって遠回り行かないようにするっていう修正の仕方が多分ね、軽音部ではできるんじゃないかなと。できると思います。こういうのがいわゆる無料のコンテンツとして出されたわけですよね。そう、有料級コンテンツだよこれ。本当にそう思いますよ、基本的に。だいぶカットになる気がするけどさ。いや、まあ、だいぶどこまで再生されてるか分かんないですけど、なんかこういう話をナチュラルにできる場所になってほしいなと思いますもんね。本当はさ、あの今後有料版とか作った時とかここでカットされた部分も結構垂れ流しにしたいので、ね、ちゃんとあの要は沖縄タカレコ系音部に入って、あのバンドの裏事情とかそういうのをしっかり知りたい人たちにちゃんと教えていくっていう作業をしたかったりとかして、とりあえずあのタカレコのなんかオフ会には参加した方がいいんじゃないかな。今参加したらメグさんの好感度爆上がりすると思う。ああ、もう今のうちね、本当に。今のうち。今ね、あの高校生バンドとかスッて来てくれたら、もうメグさんも嬉しいじゃないですか。いろんな人来ちゃったら、さばききれんから、一人で。今がチャンス。そういう交流のチャンスもあるし、まあ、なんかあの、オープンチャット上でもいろいろやりたいことできるなというか、コメントしてもらって。もっと気楽にオープンチャットも使っていいと思いますよ。なんかあの、ドロップチューニングって何ですかぐらいのレベルから聞いてもいいじゃないですか。全然。あの趣味は何ですかとか聞かれて怒ったね。そういうパーソナルな質問はしないでも。だからそのルールでありますもんね。そういうのやっちゃダメだよって。全体こうパブリックな質問ですもんね。パブリックなというかドラムに関する質問とか、はい、なんかまあバンドやっててなんかイベントのなんか作り方とか困ってるんだったら、そういうイベントの作り方。めっちゃいいじゃないですか。イベントの作り方とか一切わからなかったさ、最初。そうだよね。そういうコンテンツを作ってみようかな。めっちゃ大事ですよ。どうやってライブハウス、ライブ違う、ライブイベントができるのかとか、分かんないっすよね。確かに。これいや、ちょっとそういうのも作ってみるわ。ぜひぜひ。ありがとう。めっちゃ内面の話してる。はい、ということでね、はい、こんな感じですか。状況前のさ、さくらちゃんでいろいろ聞いてきましたけど、はい、もしかしたら、そのファンの方も見る方多いかもしれないけど、僕はどちらかというとね、この話を、はい、軽音部員のみんながさ、あのイベント作ることとかバンドをうまく運ぶため の, その参考にしてほしいななんて思ってるのが強いの で, そうです、ね、うん、引き続きさ、あの軽音部にもあの所属はしてもらえつつなんかあの沖縄のシーンを見守って、いや絶対チェックしてると思いますよ、うん、で、ね、デラックスは、はい、それはそれで、ちゃんとより売れていけるように頑張ってください。私もまだ偉いこと言える立場じゃないので、はい、これもあの本当にあの有言実行していきます、これからも、うん、はい。よろしくお願いします。応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、今日はデラックスのさくらちゃんに対談の相手としてお越しいただきました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしくお願いします。編集頑張って。タカラレコード店オンライン軽音部は、県内の楽器プレイヤーやミュージシャンとつながれるオンラインのコミュニティとなっております。LINE のオープンチャット機能を使って運営しておりますので、どなた様もお気軽にご参加いただけます。初心者からプロまで幅広く所属するタカラレコード店の軽音部。あなたもぜひ入ってみませんか？概要欄の URL からご参加お待ちしております。